はい、酒好きな、新潟人、元新潟人の飲酒動画です。あ、まあいいや。今回は、中杯ね。カルピスサワー、手摘み白桃、カルピスサ、果汁が 1%、アルコール度数 3%、ひっく。原材料はウォッカと桃果汁と脱脂粉乳と乳酸菌飲料と、糖類と酸味料と香料と安定剤と甘味料と乳化剤です。ですね、声優ですね、前回言ってました声優のプライベートブランドの酎ハイなんですが、俺が行ってるですね、近くにある声優はですね、なんと、酎ハイ自体が売ってなくてですね、というより酒が売ってないというかなり珍しい店舗でして、いや、売ってるには売ってるんだけど、なんか酒が別店舗のいわゆる複なんつうかな複合店舗的なところでなんかねあれなんだ別店舗になっちゃうんだよね。うん、でそこでしか酒が取り扱ってなくて声優自体には売ってないって。乾杯。カルピス、桃カルピス、うん、ただアルコール度数が低い。手摘みぶどうと完熟マンゴーもあるみたいですね。アルコール度数 7% ぐらい欲しいね。カルピス。カルピスサワーの濃い贅沢ってやつはアルコール度数 5% みたいなんですが。ほとんど酒の感じが一切しないですね。ジュースですね。もはやジュースですね。もはやっていうか、本当に酒入ってんのか全然わかんない。全然わかんねえっていうか、ちょっと変な味がするなっていうのはあるけど、うん、甘酸っぱい味わいのカルピスにみずみずしい味わいの白桃果汁をブレンドした爽やかなスイート系缶チューハイです。で、カルピスサワーの期間限定濃い贅沢っていうやつが7月の12日に新発売してるみたいですね。これ飲んだような気もするんやけどな。濃いめのカルピスの味わいが楽しめる期間限定カルピスサワーです。昔憧れた濃いめのカルピスの味わいを実現することで、しっかりとした飲み応えと贅沢な気分を味わうことができます。なぜこれが 3% なのに、その期間限定の濃い贅沢が 5% なのかさっぱりわからない。
ちなみに関係ないんですけど、カルピスっていうのは、カルピス、普通のカルピスの、カルピスウォーターか。っていう商品と、カルピスソーダだっけっていう炭酸、炭酸入りのやつが売ってますが、なぜかカルピスソーダだけ、甘味料が入ってるんですよね。なので、カルピスウォーター、俺は買うとしたカルピスウォーターを買います。だから多分これもカルピスソーダに酒を入れたやつなんだろう。まあウォッカを使ってるっていうのは多分、カルピスの味わいを崩さないようにっていうのだと思うけど、まあ、あんまり。まあ、実際飲んでみると、ほとんどカルピスソーダの味しかしないですね。本当にカルピスソーダと、酒のその味っていうのが、まあ、ほとんどしない。もうちょっとやっぱり、酒らしく、もうちょっと酒を、入れるべきではないかなと思いますね。4433です。ご視聴ありがとうございました。